失敗しない人というのは、何も生み出すことはない。失敗から学ぶことができれば、それは成功だということ。やってみないで失敗を恐れることより、何もしないことの方を恐れた方がいい。だからチャレンジは大切。あなたが今何かやりたいことがあれば、チャレンジしてみるといい。あなたは自分でも思いがけないほど素晴らしい勇気を持っているのだから。人には前に進む力がある。進んでいれば必ず道はある。始めるということに早いとか遅いとかはない。正しいとか間違っているということもない。人はそれぞれ考え方が違う。周りがどんなペースで歩いていても気にする必要もない。自分の直感を信じる勇気を持っていればいい。あなたがこの先どれくらい生きるかなんて関係ない。できると決断すれば、方法は後から考えればいい。だから失敗しながら進んでいきなさい。無駄な努力は一つもない。いつか必ず光が見える。